はいどうも、ヒエスの動画です。今日のはこちら、京都機械工具さん、KTC さんですね。何度かやらせていただいたことあるんですけれども、難攻不落ソケット、この名前で思い出しましたでしょうか。まあ、これのですね、新型が来ましたのでご紹介させていただこうかなというところですね。インパクトドライバー用のソケット、あと、まあ、ヒデシさんの、まあ、私マサオだね。これガッチャンコすると、まあ、大変なことになるのかなっていうところは、ちょっと察している方もいらっしゃるのかもしれません。ちょっと私悪いやつなんで、いろんなメーカーさんのインパクトドライバー用のソケット、それこそね、こういった有名どこっていうのを集めてきて、まあ、インパクトドライバーでね、高負荷対決をすればいいんだけど、どこのビットが折れないかっていう勝負をしたかったから、こういうちょっと、とんでもないね、インパクトレンチの1100ニュートンメートルとかっていうやばい機械を持ってきて、よし全部折っちゃえとかっつってボキ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 折った人なんですけれども、まあ、最終的にね、はい、ここ一番丈夫でしたとかっていう動画を、まあ、配信してましたが、まあ、今日はね、それってメーカーさんの不本意な動画じゃないですか。今日はちゃんとインパクトドライバーで、仕事をしようかなと思っております。はい、というわけでですね、じゃあ私の早速、ひどい歌い文句からスタートしましょうか。はい、ちょっとごめんなさいね。この製品は折れます。はい、折れますよ。クソ営業マンですけれども、まあこれはごめんなさいね、わざと今喋ったんですけれども、いろんなメーカーさんがそのインパクトドライバーソケットっていうものを発売してるんですけれども、まあいずれは折れるじゃないですか。まあ高負荷をかければ折れるじゃないですか。なんですけれども、じゃあ、ソケットこれをつけてバリ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 ってやって、ぼっきり折れて、この銀色の先端がボロン、うわーって思いをしたことがありませんでしょうか。いや、もちろん現場でそんなことがあっちゃいけないので、専門のね、トビさんはここに落下防止のケーブルをつけてみたりとか、まあ、万が一あっちゃいけないんでね、プロの職人さんであればそういった落下対策っていうのをしていらっしゃるとは思うんですけれども、まあまあまあ、そうじゃないぞという方が、まあ、ビットをソケットをね、先端を落としてしまった体で、行かせていただくと、この製品はですね、折れるんですけれども落下しない作りになってます。ちょっとこの写真を見ていただいていいですかね。ちょっとこれでわかるかな。このソケットのこっちがわかりやすいか、この中、この軸がこういて、この中にこうギューってこうなんかちゃかなかしてあるんですけども、この中に折れるポイントを作ってあるんですよ。だから負荷がかかったりなんかした時にほぼほぼ折れるポイントがここなんですよ。で、若干そこだけ弱くしてあるってことですよね。で、必ずそこで折れます。で、ちょっとこの写真のこのちょっとピョコってなってるところ、それがこのソケットのこの先端っていうこの根元から抜けないように引っかかる作りになってるんですね。だから落ちないぜっていうのが難攻不落ソケットの謳い文句なんですよ。で、私、まあ、以前から難攻不落ソケット紹介してますよって話なんですけれども、難攻不落ソケットは今まで 18V 用までしかなかったんですけれども、まあ、ここ最近、まあ、36だ40だっていう強いインパクトドライバーが出てきた中で、やっぱそのソケットを使ってしまうと、まあ、折れてしまうと。だから折れてしまったら元も子もないので、 40V 対応のソケットが出たぜっていうのが今回の、おしゃべり動画でございます。ちょっとこの軸をね、若干伸ばしてトーションを効かせるようにして折れにくくしてるってことですね。だから40、36っていうインパクトドライバーのガガガガガガガっていう負荷では折れないんだけれども、もうちょっとね、何かしら高負荷がかかったり、だんだんこうなんですが消耗してってボキッて折れた時に折れないよっていうことで、まあ、とにかく耐久力を上げたっていうことですね。ラインナップが、まずまっすぐタイプのもの17、19、21の3サイズ、あとはこっちフレックスタイプって言って、ソケットこうなあとボルトの頭突っ込んだ時にここがこう角度が15度、曲がるやつですね。よく他社メーカーでこの状態でこうガチャンって刺すとまっすぐタイプにもなるやつがあるんですけれども、これは15度にしか、曲がるタイプになってます。一応全てね、見ていただくとこれ、はい、六角タイプしかないので、まあ、ここが若干残念かなと思いました。12角タイプ欲しいですね。
一応12核タイプっていうのは、まあ、18V 対応モデルのソケットであったりとか、あとまあ 18V の6核タイプなんだけどもっと下のサイズがあったりとかっていうんで、まあ、あの他のシリーズでいくとねラインナップがまだいっぱいあったりするんですけれども、まあ、とりあえず今回は売れ筋サイズだけの、6核タイプの、この3サイズが出たということでございます。はい、というわけで、はい、まだ終わらない、折ってやろうかなというところをね、まあ皆様に安心をお届けしたいという動画でございますので、ちょっとやってみましょうか。はい、じゃあね、おなじみの作業場ということで、これですね、このナットをバリバリ締めて、まあ、折れないかっていうところを、お見せしたいんですけれども、使用工具がこちら、廃工機 WH36DC っていう、まあ、最強のインパクトドライバーでこれを締めます。で、まあ、それでね、お届けすればいいんだけど、ちょっとね、私気になったことがあって、ちょっと見ていただこう。はい、この WH36DC に、この軟膏フラクソケットを、あ、今いいな。ちょっとね、ちょっと今、私ずっとメーカーさんと電話してたんですけど、あ、大丈夫か。あの、すごく硬いかもしれない。今ちょっとこのスリーブの引っかかりが分かります？これね、何かっていうと、この WH36DC っていうのが、まあ、6.35 の受けにはなってるんですけれども、ビットブレをむちゃくちゃ軽減しようぜとかっていう歌い文句があるんで、6.35 なんだけど、多分 6.、ね、多分349とか、なんていうんですかね、穴を超キッツキツにしてあるんですよ。で、まあ、軟膏フラクソケットのね、この根元がちょっとこう、でかいっていうんですか、まあ、6.35 にはしてあるんだけど、若干、きついのがあるかもしれない。まあ、私もさっきからこう、抜き差しを繰り返すことによって、多少こう、塗装分がすり減ったのかな、入るようになったんですけれども、まあ、ちょっとさっさと実験しろって話なんですけど、もし、ちょっと硬いなと思ったら、ちょっとお互いのメーカーの精度がいいという認識で、ビュッて刺していただければ OK なんで、それで使っていただければと思います。だから、びっくりしたのは、こう回した時に、むちゃくちゃ、ブレない。っていうのが売り。じゃあね、最強モードで締めていこうと思います。折れたかと思った。大丈夫。あ、折れてない折れてない。大丈夫よ。いいじゃないですか。はい、というわけで、36V、まあ、もしくはね、マキタの40でも折れない耐久力を持っていると、ね、抜く方も、OK、あ、いいじゃないですか。はい、というわけで、まずは普通の使い方をしていれば折れないぞという話ですよ。じゃあ折りますか。じゃあここからは折ろうぜっていう話ですよ。はい、というわけで、またやっちゃいけないやつですね。1100N ということで、これね、事前に言っときます。多分速攻で折れると思う。折れるんで、折れちゃった時にソケットが落下しないよねっていうところを見せたい。じゃあやらせていただきます。あんまり強い、あ、いいか、最強モデルいっちゃおう。はい、最強モデルいって、瞬殺させましょう。はい、いきます。折りますよ。強いな。ちょっと待って、折れないですね。あ、はいはいはい。はい、で、今、折れました。結構耐えましたね。今、空回りしてるんですけど、はい、落下しませんよ、ということですね。これどうなってるかっていうと、あっちな。すいません、ちょっとだけ事件発生です。折れてると思ったら折れてない。ちょっと待って、めちゃくちゃ強いぞ。今空回りしたんで、折れたじゃんって思って進めてたら、こっちのメーカーの六角の穴のこっちがバカになってるわ。というわけで、ちょっとまさかの経費アップだわ。これを
ちょっともう一回付け替える。さあ、まさかの折れないということで新品を持って参ったぜ。強いよ、本当に強いよ。いきます。じゃあ、まあ、ごめんなさいね、今一度折れるという前提でいかせていただきましょう。難攻不落したいのに不落しないぞ。あ、今度こそ空回りしてる。いや、してないな、参ったな。いや、してるな。あー、はい、結果出ました。あのですね、ちょっと再度なんですけれども、またちょっとこっちがですね、やっぱ1100ニュートンに耐えきれなくて、こっちが壊れた。だこの受け軸が今また割れちゃって、こっちが今空回り状態。いや、ちょっと一回中行きましょう。一回中行きます。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね、そもそも折ることができないというですね、ちょっとメーカーさんとしてはね、ああ、よかったよかったっていう結果だったのかもしれないんですけれども、ちょっと僕としては非常に不本意という悲しい結果になりまして、折ってやるぜってこれ持ってったのにね。まあまあいいや。まあ、今動画の場面で、この赤いソケット、まあ、こいつを、まあ、2個、ぶち壊してしまいました。中がね、割れちゃったんですよ。で、まあ、それじゃあ、よくねえなと思って、違うメーカーのこれだったら大丈夫だろうっていう、今、これと同等品のやつ持ってきたんですけれども、それも実は今折っちゃって、まあね、このメーカーが悪いってわけじゃないんですよ。ちょっとこっちが強すぎたんですよね。で、まあそんな感じで、まあね、違う意味で難攻不落だったなっていう感じなんですけれども、今、私の、まあ、持ってる全工具の最強パワーをもってしても折ることができなかったので、以前に旧型の難攻不落ソケット、まあ、これを、ぶち折った動画がありますので、ちょっとそれを挟みたいと思います。僕の初めてソケット折りましょう動画なんですよ。だからあっけなく折れちゃって、喋り方とね、笑い方がなんかバカにしてるような喋りになっちゃってるんですけれども、ちょっとそこ申し訳ないんですけど、一回その場面をどうぞ。まあ、落下しない具合を見ていただこうかなと思ってます。じゃあ、行っちゃいましょう。わっ、嘘でしょ。折れちゃいましたね。で、まあ、この KTC の難攻不落ソケット、まあ、これも看板に偽りなしって感じで、まあ、折れてしまいましたけれども、まあ、えらい早く折れちゃいましたね。というわけでね、まあ、こんな感じで折れても、ソケットからこの軸がポロンってこう抜け落ちないぜっていう、まあ、製品になります。伝わったんじゃないかなと思います。本来であれば今それをね、これで見せられるはずだったんですけれども、折れないんだよ、畜生。はい、まあ、そんなわけで、こちらの、まあ、1100ニュートンメートルで折れないからね、通常のインパクトドライバーを使ったところでいつ折れんだよ問題はあるんだけど、まあ、とにかくいずれ消耗してきてボキンって折れたとしても、まあ、この銀の先端がバーって落ちることはなくなったと、まあ、ないだろうということですね。で、もう一個気づきましたでしょうか。このソケットのこの軸が加えているここで折れるんですよ。ここで折れて、折れたらこの金の部分がぐる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 って空回りして、ああ折れちゃったわって気づくんですけれども、ってことはこっちで折れる、この金の軸のこっちで折れることが、まあ、まずないんですよ。ってことはこのインパクトドライバーのソケット、このスリーブアンビルの中で残ることがないと、折れちゃってもすんなり抜けるぜっていうのが2つ目の大文句です。まあ、結構ね、この中で折れて現場でなんで次のソケットさせねえよとかっていうイライラすることがありますんで、それもないというソケットになっています。で、一応最後に、折れても落下しないぜっていうのを歌い文句にしている製品なんですけれども、それを保証するわけではございません。ご注意ください。インパクトドライバーの中のこのスリーブ、スチールボールですね。スチールボールっていう銀の玉っころ、
あいつがすり減って落下するかもしれないし、あとは先ほどの状態みたいに、このアンビルのこの先端の六角のここはパキッてひびが割れて落下するかもしれないし、まあ、もしくはないとは思うんですけれども、まあ、この軟骨フラックソケットのここで折れるんじゃなくて、まあ、こっちのところでまあね、万に一つでも折れてしまうかもしれないし、まあ、とにかく違う要因で落下する可能性はあると思うんです。だから落下させてはいけない現場で使うときは必ず別の落下対策をしてほしいということが、メーカーさんから言われておりますのでお気をつけくださいませ。はい、というわけで、ね、軟骨フラックソケットすごかったな、びっくりしましたね。はい、まあ、折れないと、いう検証になりましたけれども、はい、以上ヒデシさんの動画でした。お付き合いありがとうございました。先生、ヒデシさん、大平です。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。1100ニュートンの超絶やばいインパクトレンチを使って、はい、折れませんでした。あ、それはすごいですね。ありがとうございます。1100ニュートンってもう突破で何のやつですか。いや、廃坑機のインパクトレンチを使って、本当はぶち折ってほら落下しないじゃんっていうのを見せたかったのに、折ることすらできなくて、最大の謳い文句を誰にも見せることができませんでした。はい、俺の印象強い商品なんで、そうもありがたいです。大丈夫ですか。はい、はい、俺でも安心なんで。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。じゃあ、ね、ちょっと別の動画引っ張ってその場面は皆さんにお伝えしようかなと。ありがとうございます。すみません、楽しかったです。はい、じゃあまたよろしくお願いします。また一応ください。ありがとうございました。はい、失礼します。はい、というわけで、ケティシさん